で、等式の証明なんですが、現実的なこととして、この問題にお目にかかる人っていうのはまず間違いなく、ここのマイナス1のところが A になってるバージョンで、ここも A になってるバージョンっていうのをやってるはずなんですよね。で、それやってたら、それやった人は、それ証明し終わった人は、そこで A イコールマイナス1と置くとバラッと出てきて終わるんですが、で、ここではそれを知らないとして、改めて丁寧にやってみます。で、結局同じ問題を具体的な、A が具体的な数マイナス1になってるバージョンとしてやってるってことで、その場合にも全く同じことができると、練習としてやってみていただければいいんですが、まっさらに、初めてこの問題見る人のためにやっておきますと、結論から攻めると。で、結論から攻める最大の理由は、この結論の形が分かりにくいからで、もうなんか、書きたくないので、書くのめんどくさいので、XYZ のうち少なくとも1つはマイナス1という示すべき条件を B と置きます。そうすると、答案の字の部分を書いちゃいかんですね。示すべき条件 B は、XYZ のうち少なくとも1つがマイナス1ですから、これも改めて丁寧に書いておくと、x イコールマイナス1または y イコールマイナス1または z イコールマイナス1。で、これ動詞です。それは、日本語の文章で書かれていることを数学的に述べるとこうなりますって言っているだけで、これが怪しい人は数学怪しいですけど、そうですね、高校数学に出くわしたあたりでこういう論理をきちんと身につけておいてほしいんですが、で、これを一見当たり前な書き換えを行うと、x たす、x イコールマイナス1は x たす1イコール0と同値です。これも、あんまり普通言わないんですけど、x イコールマイナス1っていうのは、一次方程式 x たす1イコール0の解として定義されるんですよね。そんなことは普通の高校生知らないと思いますけど、大学行って数作るところまで行くと絶対習いますけど、これとこれが同じものだと見えるようにひとまず慣れてください。高校数学段階で学ぶべきこととしてはそのぐらい要求してもいいと思います。で、なんでそれを要求するかっていうと、次の段で役立つからです。で、イコール0の形に条件を持ってきました。ただし条件式は3本あって、それの論理関係は全部またはです。これ扱いにくいわけです。扱いにくいと思うんですが、これは実は次と同値です。x たす1かけることの y たす1かけることの z たす1イコール0。で、これが0になるための必要十分条件は、かかってる3つの成分のどれかが0になることですから、これまたはと結びつくわけです。ちなみにこれ、かつだと結びつかないので、ちょっとめんどくさいことになるわけですが、またはがたまたま効いてうまくいってる感じの形です。で、これを、アスタリスクと置きますけど、従って、このアスタリスクの等式を示せばいい。これまだ証明されてないですよ。で、証明するためにはどうするかというと、この左辺を分解します。右辺が0だということが分かっているから、左辺をなんとか0に持っていきたいわけです。そうすると、どうしましょうかね。丁寧に展開しましょうか。xy たす x たす、手前から展開していきますと、1イコール xyz たす xz たす、yz たす z たす xy たす x たす y たす1。あ、なんかたすがひどいことになった。で、これをちょっと xyz の次数について整理しておきますと、 xyxyz たす xz たす yz たす xy、 ここまで2次かな。で、一次が、x たす y たす z たす、たす1と。で、また記号がごちゃごちゃしてましたけど、この式をアスタリスク2個と置いておきます。で、ここで、与えられた条件式。x たす y たす z イコールマイナス1。
及び、XY 足す YZ 足す ZX イコール0、あ、ZX 足す XYZ イコール0を用いると。用いるってどういうことかっていうと、現実的には代入するわけです。で、どこにあるかっていうと、あのこのアスタリスク2個のどこにこの条件式が使えるかっていうことですけど、 X 足す Y 足す Z はどこに出てるかっていうと、ここに出てるわけです。したがってここにマイナス1を突っ込める。で、XY 足す YZ 足す ZX 足す XYZ っていうのは、ちょっと項の順番違いますけど、実はここにいるんです。で、ここに入れることができる。ゼロが入ります。そうすると、このアスタリスク2個って書いた式イコールと、ここにゼロが入ってしまうので、ゼロ足す X 足す Y 足す Z がマイナス1ですから、マイナス1足すことの1イコールゼロで、アスタリスク1個の左辺をアスタリスク2個と書いてたんですから、アスタリスク2個イコール0ってことで、アスタリスク1のこの等式が示せたっていうことになるわけです。すなわち、この等式が示されました。で、ので、条件 B が証明されたことになる。これも同値条件だから、こういうこと言えてるわけですね。ということで、まあ、あたかも新しい問題であるかというふうに証明しましたけど、どう、まあ、A のバージョン知ってる人は A イコールマイナス1と置いて、と、この結果を利用する、終了でいいです。ただ、利用するがどこまで自明かっていうことを考えたときに、多分ここら辺はちょっと移行してくるぐらいのことは必要になると思うので、ギャップが生じない程度には書いてください。ただ、同じことを2回やるんじゃなくて、先に示した等式使って、その値を、特殊な値、例えばこの場合だったら a イコールマイナス1と置くと、次の問題も示せるとかの、それが活用できるっていうのは、大学入試問題なんかでも誘導形式でしばしばあるので、それを思いつけるかどうかということ、もう、まあ、もうちょっと発展的な演習段階でやることかもしれませんが、そういうその類のひらめきというか、見て気づく能力が生きる局面もあるということを一応述べておきます。